ほら、かすみ、カッパの雪像だぞ。わー、パパすごい、ムキムキだ。私たち家族は雪が多い地域に住んでいる。結婚してからずっとアパート暮らしだったけど、1ヶ月前ついに夢のマイホームが完成して引っ越したばかりだ。カッパも家に入りたいな。そして新居には夫婦の夢だった薪ストーブも設置した。あったかい。やっぱり薪ストーブ作ってよかったね。炎を見てると落ち着く。そうだな。お餅も膨らむ。もちゃん、薪ストーブのために新居の横には小さい薪小屋もある。薪も割れて体も温まって筋肉も鍛えられる。一石三鳥だな。またすごい。かすみ、ホットプロテインで一息入れましょう。薪ストーブを囲んで家族と過ごす休日、なんて幸せなひととき。パパ、サンタさん煙突からお家に入るんでしょ。火は熱くない？え、うん、あの赤いお洋服は耐火スーツだから大丈夫さ。耐火スーツ。そんなある日、今週末のクリスマスパーティー楽しみね。かすみちゃんの新しいお家を見るのも楽しみだわさ。でもお引越ししたばかりなのにみんなで遊びに行っちゃって大丈夫？うん、大丈夫。パパもママも張り切って準備してたよ。準備楽しい。ねえねえ、かすみちゃん家ってストーブあるんだってね。煙突もあるんでしょ。いいな。早く週末にならないかな。ねえ、私ママの手作りクッキー持っていくね。ありがとう、くるみちゃん。そしてクリスマスパーティー当日、温かいお家いいな。わあ、これが薪ストーブ。あったかい。本当に燃えてる。あまり近づいたら危ないから気をつけてね。それにしてもクロハちゃん遅いね。先にお菓子食べちゃおう。クロハちゃん着いたみたい。はい、今開けますね。クロハちゃん、こんにちは。どうも、お邪魔します。え、ひさめさん。聞いたわよ、家を新築されたんですってね。今日はご招待ありがとう。まあパーティーに呼んだのはクロハちゃんだけなんだけどな。まあ、これが薪ストーブ。すごい、あったかい、欲しい。いいわね、新築。かすみちゃんママはパートよね。たかがパートとはいえ、共働きは収入が安定するのかしら。たかが。それじゃあせっかくなんでご自慢の新居じっくり見させてもらうわね。あ、ちょっと、あんまり他の部屋を見られるのはリビング以外片付けてないんで。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。減るもんじゃないんだし。私が新しく家を建てる時の参考にしたいの。私は誰かさんと違って専業主婦だから。ほら、子供も手がかかるのは今だけだし、一緒にいてあげたいっていうか。今は旦那の収入だけで生活は余裕なんだけど、さすがに家を建てるとなったら私も働くわよ。私は結婚前にしっかりキャリアを積んでたから、働こうと思えばいつでも職場復帰できるから。聞いてませんか。よく喋るな。ほら、クロハも新しいお家いっぱい見て回りたいでしょ。お友達も一緒に探検したいわよね。ねえ、見たい。探検したい。まあ、わかりました。ご案内しますから。数十分後。やきもちゃん、疲れた。うん、なんか思ってたのと違ったわ。新築なのにもうこんなにごちゃごちゃだなんて期待外れね。まあ、もう1ヶ月くらい普通に生活してますから。それにしても生活感出すぎよ。ソラさんはパートなら家事の時間はあるでしょ。あなた家事苦手なの？私は専業主婦だし、掃除も料理も育児も何でも完璧。それくらい当然よね。あなたも少しは私を見習わないと旦那に見捨てられちゃうかもよ。子供たちもいるのにそんなこと言わなくても。まあ、参考になるとすればこの薪ストーブくらいね。このくらいなら今の我が家でも置けそうだし。これっていくらくらいでできるもんなの？施工費用もかかるので安くはないですけど。もっとコンパクトなタイプなら安く抑えられますよ。そうなの？だったら旦那に相談してみようかしら。ああ、歩き回ったらお腹減った。何このチープなクッキー。それにジュースも体に悪そう。私だったら手作りケーキと絞りたてのフレッシュジュース出すのに。この人帰る気ないの？ちょっとクロアちゃん押さないでよ。何よ、まさみちゃんだって。キャーちゃん、二人とも大丈夫？怪我はない？ごめんなさい。怪我がないならよかったよ。ストーブの近くは危ないから、あんまり近くで遊んだらダメよ。ちょっとクロハを叱らないでちょうだい。子供が遊ぶのは普通でしょ。っていうか、もっとちゃんとした策を置きなさいよ。うちの子が怪我したり火傷したらどうするのよ。いや、それが危険防止用の策なんですが。危険ですって？だったら子供が遊ぶところに薪ストーブなんか置かないで。むちゃくちゃだよ、この人。そして夕方、子供たちが帰る時間になって、ようやくヒサメさんも帰っていった。今日はおやつ代が浮いたわね。その日の夜。ソラ、カスミ、ただいま。参ったよ、急遽出張が入っちゃってさ。で、ソラどうしたんだ？パパ、実はカクしかにかに。そっか、それならしばらくこのまま休ませておこう。数日後。シャンシャン。クロハちゃんちも薪ストーブ置いたって？うん、今日学校でクロハちゃんが言ってた。なんだかお花がすごく高くなってたよ。そう、ヒサメさん、早速旦那さんに頼んだんだ。それから数日後。コージー、もうストーブ用の薪が少ないみたい。オッケー、明日から出張だから多めに割っとくな。ガラ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 、あれ？ソラ、大変だ、ちょっと来てくれ。え？コージー、大変ってどうしたの？ないんだ、親父の斧がなくなってる。え？それに薪小屋の薪が少し減ってる。え？それじゃ盗難ってこと？
とりあえず今は様子見で、俺が出張から戻ったら警察に行くから、それまでは念のため負け小屋には近づかないでおいてくれ。わかった。翌朝工事は3日間の出張へ。私は泥棒かっこ仮に怯えながらも結局何事もなく3日間を過ごした。明日はパパ帰ってくる？うん、出張は明日までだからね。3日後工事が出張から帰宅。パパおかえり。ただいま。3日間大丈夫だった？うん、特に何もなかったけど、しかし巻き小屋ではやっぱりまた巻きが減ってる。やっぱり誰かが日中に入って荒らしてるな。どうしよう、私巻き小屋には近づけなくて犯人の姿も見てないよ。大丈夫、すぐわかるはずだよ。数時間後。ピンポン。はい、どちらぞ。久米さん、うちの斧を返していただけませんか？え、それから巻きも持って行ってますよね。な、何のことかしら。あれ、空さん、浩二さん、どうなさいました？ あなた、なんでもないの。あの、実は久米さんが我が家の巻き小屋でカッカクシカジカ。なんだって、斧と巻きを盗んだ？いや、私は何も。証拠もあります。これ我が家のドラレコのデータです。久米さんの様子が3日分バッチリ記録されています。あ、表に止めてあった車の。バッカです。久米、どういうことだ。それが本当なら立派な窃盗だぞ。違うわ、私は家のインテリアの参考にしたくて覗きに行っただけ。それにこれが我が家の斧よ。私が自分で買ったの。盗んだものだなんて証拠でもあるわけ？わざわざ証拠を出していただいてありがとうございます。え、その斧には親父の名前が彫ってありますよね。小さな文字なのでお気づきでないかもしれませんが。足のです。それが何よりの証拠です。もう申し訳ございません。斧はもちろんお返ししますし、盗んだ巻き代も弁償します。迷惑料も合わせて受け取ってください。いや、そんな。あなた、サメさん、今ここで盗みを認めて謝罪しますか？それとも警察を呼んでクロハちゃんも一緒にこの中の映像を見ますか？ごめんなさい。久米さんはようやく盗みを認めた。どうやら自分の家に薪ストーブを設置したのは良かったのだが、コーヒー高かったし薪代もこんなにかかるなんて思ってたのと違うじゃない。ピコン、そうだわ、ソラさんちからもらえばいいのよ。薪小屋に鍵がないってことはご自由にどうぞってことよね。というとんでも発想で我が家の薪小屋に侵入したらしい。今回は子供たちのことも考えて警察には届けないことにした。数日後。みんな、特製プロテインココアと薪ストーブで温まりましょう。はーい。クロハちゃんや富士さんとは今でも仲良くさせてもらっている。一方薪小屋では、久米さん、そんなへっぴり腰じゃ薪は甘く割れませんよ。はい。全然パッションが足りませんよ。今回の件を警察に届けない代わりに、久米さんには本当の我が家の薪割りを引き受けてもらうことになった。もちろん無償労働だ。だんだん上手になってきたね。まだまだあるからこの調子で頑張ってね。まだ先週の筋肉痛も治ってないのに。久米さんの筋肉も喜んでるよ。久米さんのお正月の予定は薪割り。いやモナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。